グーでふくらはぎをゴリゴリするだけで、あなたの座骨神経痛を改善してみせます。このチャンネルは病院、整骨院などどこに行っても良くならなかった人のために、自分で知識つけて自分でケアして治してもらおう、そのためのアイデアをお伝えするチャンネルになっております。いつも高評価とチャンネル登録の方ありがとうございます。さて今回の話は座骨神経痛の話です。冒頭でもやったように、ふくらはぎのあるポイントをグーでゴリ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 するだけで、もしくは普通にマッサージするだけで、あなたのその辛い座骨神経痛を楽にすることをやってみせます。この動画の、ね、方法のいいところって何かっていうと、座りながらできるし、どこでも場所を選ばずに簡単にできるし、ストレッチのような体が硬くてできないよね、やり方わかんないよねみたいな問題がないんです。ぜひね、座骨神経痛改善するケアをお探しの方でうまくいかないなって思ってるのであれば、騙されたと思ってやってみてください。ではこの動画はこんな感じにやっていきたいと思います。座骨神経痛の原因とは、なぜふくらはぎをほぐすだけで痛みが取れるのか、座骨神経をほぐす方法、実践解説ですね。あなたの好きなところから見てください。僕としては全部見ていただいた方がいいと思っております。それではやっていきましょう。ではまず座骨神経痛が起こる原因とは何かっていうお話です。その原因をお話しする前に、まずこの言葉を覚えておいてください。痛みのあるところに原因はない。例えばダイエットも、太ってしまうのって太ってる体に問題があるかって言ったらないですよね。悪い食生活があるからとかでどんどん食べて太っていってしまうわけですよ。じゃあその太ってしまった体を変えるために運動をしたりとかしますよね。でも運動してもまた太っちゃいますよね。なんでかわかりますよね。食生活が悪いから。ということは、この太ってしまうような食生活を変えてしまえば太らなくなります。ということで根本的に改善できますよね。実はこれ、痛みも同じことが言えるんです。痛みを起こしてしまうのは原因があるんですね。その原因が痛みを作ってるわけですから、その原因を取り除いてあげることができれば痛みも消えていくし、根本的な解決が見られるんです。しかしね、多くの治療院さんとか病院とかでもそうですけど、痛いところに対してどうにかしようとしてしまうので、痛みを作ってしまう原因は残ったままだから、また痛みを繰り返すっていうことになります。でもそうじゃない。今回してほしいのは、痛みのあるところに痛みはないっていうことをね、ぜひ知っていただきたいなと思っております。では座骨神経痛の解説です。じゃあ座骨神経痛なぜ起こってしまうのかっていうと、それは反り腰という姿勢が原因です。反り腰とは、腰の骨が必要以上に反り上がっている状態のことを反り腰と言います。お尻の後ろ、足の裏にかけてですね、座骨神経と言われる長い神経が通っています。この神経に対して何らかの攻撃を受けてしまった結果、痛みやしびれを作ってしまう。座骨神経痛っていうのは、この神経が痛みを起こすと言われています。じゃあその座骨神経に何か危害を加えてしまう、痛みを作ってしまうのはなぜなのかっていうと、座骨神経が引っ張られてしまうからなんですね。さっき画像で見せたように、座骨神経というものはお尻から太ももの裏にかけてビヨーンと伸びていますね。そして反り腰という姿勢というものは、骨盤を前傾にしてしまって腰を反り上げる、こんな感じの姿勢になります。そうするとどうなるかっていうと、この神経がピーッと引っ張られてしまう。そして引っ張られてしまうことによって痛みやしびれを起こしてしまうんですね。ということは、この座骨神経が引っ張ってしまう原因を作っているのは何かっていうと、悪い姿勢、つまり反り腰の姿勢だということなんです。では次のお話、なぜふくらはぎをほぐせば痛みが取れるのかというお話ですね。先ほどの話では、痛みの原因というものは姿勢が悪い、反り腰が原因だというお話をしました。ではその姿勢を作ってるものって何が要因なのでしょうか。悪い姿勢って何が原因で悪い姿勢になってしまうのでしょうか。なぜ骨が歪むのでしょうか。それは筋肉、筋膜のせいなんです。よく間違えたお答えとして、姿勢が悪くなるのって骨が歪んでんだから、いや確かにその通りなんです。骨が歪んでるから姿勢は悪くなってるんですが、そもそもですけど、骨を動かすものって何ですか。筋肉ですよね。筋膜ですよね。そうだからこそ、姿勢を根本的に変えたいっていうのであれば、筋肉や筋膜に対してアプローチをすべきなんです。よく失敗される人は、骨が歪んでるからじゃあ骨盤矯正しましょうって言って、ベッドに寝かされてガチャガチャされたりとか、バキッとかっていうやつやりますよね。でそれをやった時は一時的に、あ、楽になったっていう風になるんですが、結局筋肉や筋膜のバランスの悪さだったり歪みっていうのは作ってるわけですから、また筋肉のこの歪みにぐーっと引っ張られて悪い姿勢になっちゃうんですよ。つまりバキバキやるのって意味ないことだったりするんです。ということは、筋肉と筋膜をほぐして姿勢を整えればいいんですね。いろいろポイントはあるんですけども、その中で手っ取り
び早く簡単に座骨神経痛を改善するためのポイントってどこなのっていうと、ふくらはぎのここら辺になります。この辺をほぐしてあげることによって座骨神経痛の改善が楽に簡単にできるようになります。ではふくらはぎほぐしていきたいと思います。まずイメージとしてふくらはぎどこをほぐせばいいのかっていうのをきちんと覚えておいてくださいね。このふくらはぎの外側、この辺の参考にしてくださいね。はい、ではふくらはぎほぐしていきたいと思います。でふくらはぎをほぐすときにまず準備として必要なものは椅子ですね。椅子に座ってください。足引っ掛けるものとかあってもいいですね。どっちでもいいので、まずは椅子に座る、もしくはベッドの上で寝ながらでもできますので、まずはそこを準備してください。そして今の状況の確認もぜひお願いします。今足痛いですか、痺れてますか、どんな風になってますか、立った時にどうなってますかね、しゃがんでみたらどうでしょうか、痛みや痺れがどんな風に出ているのかっていうのを今の状態を知っておいてください。そうするとこれをやった後に楽になったかどうかっていう効果を実感できるんで、でそれで効果出たらラッキーですよね。なのでまず今の状況を知っておいてください。ではやり方なんですけど3ステップでやっていきます。まず1つ目、ほぐすところを頭に理解するところから。ほぐすところはここ、こうふくらはぎの筋肉がバーってあるんですけど、この外側の方ですね、小指側の方、この辺がポイントになってきます。でステップ2、ほぐすところを見つけましょう。ほぐすところを見つけるっていうのは実際に触ってどこをほぐすべきなのかっていうのを見つけることが大事です。これね、ツボを見つけると圧痛点って言ってね、当たったら痛いっていう感覚が出るはずなんですよ、他の場所に比べて。なのでそのツボが当たった瞬間、あ、痛っみたいなところがあるはずです。それが見つかれば正解だと思ってください。そこがほぐせれば座骨神経痛が取れるので、ここ結構重要です。で探すときなんですけど、親指と親指をこうやって重ねて、重ね星っていうこのように重ねた状態で親指をこうグリ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 してあげると力が入りやすくてやりやすいと思います。座骨神経痛のツボのところをグリ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 上下にして少し指を動かしたりとかしてみてください。そうするとこうどこかグーッとこう痛いところがあります。あ、見つかりました。僕はこの辺でしたね。このふくらはぎの外側の部分ですね、この辺りに痛い感じがありました。これがツボになりました。見つかりました。あなたはいかがでしょうか。押してなんか痛い感じありますでしょうか。あれば正解です。さあステップ3です。ステップ2まで、見つかったらもうこれあとは簡単、そこをほぐすだけです。指をこのように重ねて、重ね星というものを作ってツボのところを上下にグリ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 とほぐしてあげてください。たったこれだけです。これを上下に10秒ぐらいでいいです。こんな感じです。これで OK。 じゃあこれでほぐれたらまた立って歩いたりとかして状態をチェックしてみてください。どうですか、さっきと比べて立った時の感じ、歩いた時の感じ、足のしびれ、だるさ、痛み、それが変わった感じないでしょうか。もしそれで効果を感じられたっていうのであれば、この方法ずっと使いますからね。座りながらでもできるし、電車乗りながらでもできるし、ちょっと痛くなったなって時にグーってやったら、その時に痛みが取れてまた歩き出せるとか、そんな風にできるし、すぐにできるストレッチだし、誰にでもできるんで、ぜひね、この方法を覚えて実践してもらえればなと思います。はい、ということで今回はですね、騙されてもやってほしい、おばあちゃんでも簡単にできる座骨神経痛のツボについてご紹介をさせていただきました。最後にこの言葉になりますが、もう一回言いますよ。痛みのあるところに原因はない、この言葉絶対に覚えておいてくださいね。結局対症療法でうまくいかないんだったら、原因を治す、原因療法を取るしかないのでね、そこもね理解してもらえればなと思います。で諦めないでくださいね、絶対良くなりますから。はい、ということで今回は以上になります。またお会いしましょう。さようなら。